アリテウッらの金銭に触れるが御用だと話題に、以前、立憲民主党のアリテウッさんがこのように、百田直樹さんに対して金銭に触れるどうこうと発言をされてしまっているんですが、これに対して百田直樹さん、国会議員が書店で立ち読みとは情けない、金銭に触れるの意味が分かっていない、無知が偉そうにして恥をかいていると批判をされており、また本日、 金銭に触れるの本来の意味は、素晴らしいものに触れて感動するだけど、逆輪に触れるみたいな使われ方が広がりつつあるんだよねと、心の奥深くにある何かに感動を共鳴する感情をことの意図に例えた金銭という素敵な言葉にネガティブなイメージが定着するのはちょっと寂しいという、こちらの説明が話題となっております。この言葉の意味というのは、 時代とともに変わっていくこともあるんですが、この金銭に触れるというのと逆鱗に触れるというのは全く意味が異なりますので、皆様、こういった御用を間違った使い方をですね、しないように注意をしていただき、この金銭に触れるという言葉が今後も本来の意味で残っていくように、ご協力を お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。